今年で10周年を迎えるナラルリエを2月8日から開催します。奈良を代表する春日大社、興福寺、東大寺の三社寺を幻想的なイルミネーションの光の回廊でつなぐ幸せ回廊ナラルリエを開催します。メイン会場の奈良春日の国際フォーラムイラカは庭園内に無数に敷き詰められたイルミネーションで演出されます。期間中は春日大社、興福寺、東大寺の三社寺の夜間特別拝観と奈良国立博物館の夜間特別会館も行われます。今年は10周年を記念して2月9日に春日の園地でアニバーサリースカイランタンイベントを開催します。 LED と特殊仕様の風船が入ったランタンが澄んだ夜空に放たれ、優しい光でいっぱいの空間を創出します。2月14日には奈良公園の139回目の誕生日を祝う奈良公園バースデー花火を行います。その他にも企画が盛りだくさんです。詳しくは奈良ルリエ公式ホームページをご覧ください。